海嶺のリサーチルームです。ここでミーティングを行うんですね。
注射飲む？ビール嫌いです。後でか、香り、香りって乗る、香り。走る立体駐車場のようなものです。本線は乗用車、換算で約7500台の移動を必ず乗っていただきますようお願いいたします。また帰りのバスは違うバスになりますので、荷物はすべて持っておいてください。最後に、お子様が楽しく見学できるよう、保護者の方はしっかり手をつないで歩いてください。
みかん舟高泥で願いを込めて風待ち潮待ちあなた曲がってその日が来るのも信じてSong